こんにちは、伊集院光です。こんにちは、川村光です。いや、ついにこの日が来ましたね。この日何の日ですか？今日、今日はこの東京国際フォーラムで、はい、第4回の日本ゲーム大賞が発表されるわけですよ。日本ゲーム大賞、それは昨年発売された約1250本のゲームソフトの中から最も優秀と評価された一作品を大賞として表彰するゲーム業界最高の祝典。この厳粛かつ格式高い授賞式において伊集院が優秀賞のプレゼンターを務めることになっているのだ。大役をこう仰せつかったのでこの貸し衣装でございます。貸し衣装なんですか？さようでございます。私も今日なんでジャージじゃないのちょっと心配だったんですけどね。 あなた格好中途半端ですね。ですあなた大丈夫、舞台上出ないんで。なんでですか？もうすごい豪華な式典なんで、僕だけがこれプレゼンターを。おめでとうございます。なんで僕ら後から入ってくるのか全然意味がわからないんですけどね。やりましたね、伊集院さん、ついにね。じゃあ俺はやったんじゃない、俺はプレゼンターだから、授与する方だから。いやいや違うでしょ。今日何のために来たか知らないですか？賞状をあげに来たんだよ。あ、聞いてない。ねえ、ねえ、何か聞いてない。伊集院さん、聞いたら度肝抜きますよ。なの違いますよ、実はね。ベストゲーマー賞に、ゲーマー予備校の伊集院光校長が選ばれたんです。おめでとう。そう、なんと今回各界の著名人の中でゲーム業界に最も貢献した人物、ベストゲーマー賞は我らが伊集院に決定。これ何賞受賞？そうですよ、ベストゲーマー賞ですよ。おめでとう。そうですよ。というわけですね、今日は緊急企画、ベストゲーマー伊集院光さんの日本ゲーム大賞直前大胆予想です。イエーイ、予想しちゃって。この番組は任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りします。あなたはまだ月の怖さを知らない。任天堂64、ゼルダの伝説、ムジュラの仮面、メモリー拡張パック付きも同時発売。今週のファミツアー、最新情報入手、ブレスオブファイヤー4、ウツワーザのもの、新キャラクターがデビュー、マリオテニス64、ゲームライフのトラブル、悩みをズバリ解決、ファミツ .com も情報発信中。ゲーム、映画、音楽、DVD、PS2、 コンピューターエンターテインメントの全てを網羅、ファミ通。ベストゲーマー賞受賞記念、伊集院光さんの日本ゲーム大賞大胆予想です。いやー、予想してもらっちゃいましょうね。今回ベストゲーマー伊集院が予想するのは部門賞の受賞作、ジャンルはご覧の7つ。まあね、うん、あのゲーマー、ベストゲーマーに選ばれた方ですからね、はいはい、こういうものを当てていかないと当たり前です。このあのなんていうか、賞自体の権威も落ちていきますんで。そうですよね、っていうかね、当てらんなかったらベストゲーマーじゃねえってことですよ。確かに、もちろんそうです。当てらんなきゃ何がベストだって言うの。当てなくていいんだったらそんなもの林はいっぺんにくれてやれってことです。そうですよ。もちろんね、伊集院さんはね、ゲームだったら伊集院光ですからね。外れるわけがない、外れるわけがない。ないよ。ということはですね、外した分だけ今回罰ゲームを用意してます。あれ珍しく飲まずに。僕らはとりあえず会場に入れないんで、ここでモニターで見ながら伊集院さんにこちらから指示をバンバン出しますんで、その辺通りにちゃんとやってもらえると。これはもう本当にね、あの年ね、先輩、これ関係ないのは言うこと聞いてもらいますから。ここは関係ないんです。そうです。仮にね、なんか一個でも間違えた場合、例えば山ちゃん、僕はやっぱ一回ね、まあ一回ほらよくやられてます、罰ゲームいつも僕やられてますからね。まあ裸。当てればいいわけですよ、当てればいいでしょ、ね。ではですね、早速、こちらノミネートされてるんですけど、サラウンド部門、伊集院の予想はこちら。ズバリ本命は FF8、 グラフィックとムービーの2冠と予想。そして最後は次
次は何、はい、次はですね、はい、こちらです、ダダン、はい、キャラクター部門ノミネートですね、あ、これ難しいね、チューね、シーマン、スペーシャルライブ、はい、どこでもこれはね、もうね、はっきり言いますよ、シーマンか、どこでも一緒か、どっちかですよ、わかる、サルゲッチューかもしれないですよ、わかんないですよ、お前らみたいな、わかんない、ベストゲーマー賞を取ってない奴らには言われたくないで、そんなアドバイス、いや、そういうことですよね、そんな言い方されたら、もうほんと外れた時、ほんとしゃべりませんよ、大変ですよ、ほんとに記念取っといた方がいいと思いますよ、ジェットコースター裸に乗った男ですからね、俺、アンデルに言われてみれば死ぬ目にあってるわけですから、私も携帯爆破とかされてますからね、そうですね、皆さん、おのおの恨みがありますからね、プロレスとかね、ボクシングとかで殴られてますからね、どこでも一緒、どこでも一緒ね、これで予想が出揃った、はっきり言いますよ、俺7の7じゃねえかって自分ちょっと、ね、それはちょっと自分を折りすぎだな、始まった、というわけでそろそろ始まりました、さあゲーム業界中最も栄誉の祭典、第4回日本ゲーム大賞が華々しく幕を開ける、これ見たオープニングのグラフィックの紙のかけ方がね、これはすごいな、主催者代表の挨拶をはじめ、式典は厳かに、そして格調高い雰囲気で進行していく、硬いな、硬いよ、マジでヤバい気してきた、これヤバい気してきました、でも当たるでしょ、ね、それですね、当てちゃえば問題ないわけですから、珍しくなんかいつもとね、お前らやから虫切れとか言う、あのね確かに俺は虫切れって言った、はいはい、言ったけども、ゲーム番組に罰ゲームっておかしいよ、いやいや、何言ってんすか、だそうや、何根本を覆してんすか、俺の話を聞いてくんない、楽しいゲームを紹介するわけでしょ、そ、ね、この番組は罰ゲームっていうゲームは、はっきりともゲームの中でも一番邪悪なゲームですよ、そういう意味じゃ、そんなのをね、ゲームウェーブがね、うん、やったら、これはもう松田山の恥ですよ、これだから何を言ってんですか、伊集院さん、サウンド賞の発表から行います、さて、部門賞始まりましたね、ここで来たよ、おい、今度大丈夫、大丈夫、大丈夫、スペちゃんもちょっとなんかヤバい気してきたな、はい、外れましたね、はい、外れました、こちらの方を一つ一つめくっていきますので、何ですか、芸人殺す罰ゲーム、そう、一つ外れたらレベル1、レベル2、レベル3と、はい、株式会社ソニーコンピューターエンターテインメント、うんじゃまラーミン、うっそ、いや、これはまだノミネートです、あぶねー、焦んないで、焦んないで、リーダー、リーダー、リーダー大丈夫だよ、俺はリーダーの感じなのさ、あぶねー、来た、出ますね、サウンド部門、わー、緊張する、再びステージ両サイドにありますスクリーンにご注目ください、ご注目、発表します、第4回日本ゲーム大賞サウンド賞を受賞いたしましたのは、あのナンバーワンプロ野球ゲームはドリームキャストにいよいよ登場、エキサイティングだからナンバーワン、実況ワッフルプロ野球ドリームキャストエディション、ドリームキャスト、ただいま、あったくもうはっ、安全運転で発車往来、東京バスガイド、ワームが最高、動きがリアル、パターンを探れ、地形を読むのよ、本気って怖いわよ、任天堂64バス釣りナンバーワン決定版、決定、ステージ両サイドにありますスクリーンにご注目ください、ご注目、発表します、はい、第4回日本ゲーム大賞サウンド賞を受賞いたしましたのは、今裏返ったぞ、これコナミ株式会社ダンスダンスレボリューションです、当たったよ、自信あったね、もう本当にね、サウンドゲームの中に新たな風を吹き込んだゲームだから、あのね、コントローラーの売り切れなんてずいぶん長かったでしょ、はい、もう本当にメガの予想外に爆発的なムーブメントが起こったってこと、何いっぱい喋ってんすか、さっきの卑屈だったくせに、そうだよ、何いっぱい喋ってんすか、当たったよ、当たったね、喋る喋る、危ねー、キャラクター賞を受賞いたしましたのはトロ、どこでも一緒です、おいおいおい、みんなごめんね、企画的にはさ、僕間違った方がいいんだよね、きっとね、企画的にはね、でもそういうことできないから、うわ、ほら、ゲームウェーブの司会ってのも大切だけれども、あの、ベストゲーマーだからベストゲーマー選ばれて外すわけ、やばいよ、さらに伊集院は立て続けにゲームデザイン賞も的中、残すは4部門、続きまして
プログラミング賞の発表です。それでは発表いたします。さあ行きましょう。第4回日本ゲーム大賞プログラミング賞を受賞いたしましたのは、はい、シマ、シマ株式会社ナムコソウルキャリバーです。おめでとうございます。やったー、ナイスソウルキャリバー、ナイスよっしゃ、ナイスキャリバー、いいよ、見比べていただきます。はい、何ですか、ゲームの方は、じゃじゃステージ上でこける。ちょっと待って、俺ね、はい、ステージ上でこけるってそれは簡単に見えるじゃないですか、はい、でこの雰囲気考えて、でも、うん、本当に転んでしまったように見せれば何のことはない。そう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 、だってそんなね、本当にこけた人を責めるやつじゃないでしょ。大丈夫、むしろ大丈夫かと、うん、そうそうそう、心配になります。だからちょっとお笑いぐらいのこけじゃなくても、うん、どうかなってちょっとこうなんだって切れるぐらい。ちょっと待って、血出るともオンエアされないじゃん。あ、そっか、バラエティーは血禁物って習ったから。面白い、面白い駅です。なんか面白汁かな。面白汁だったんです。面白汁か。ゲーム業界最新のトピックス、トピックスニュースエキスプレス。今週のトピックスはこちら。まずは3つのハードで同時発売。アーケードで人気のアクションゲームの移植作。主人公の進くんを操作して空気を補給しながらグリルでブロックを壊して進んでいくのだ。ちょっとしたきっかけで落盤が起こるからスリルも満点。規定時間内で掘るモードとミスをせず無限に掘り続けるモードの2つが新登場。あのヤマトが帰ってきた。私はテレサ。映画やアニメでおなじみのシリーズ最新作はさらば宇宙戦艦ヤマトを題材にしたシミュレーションゲーム。今回 CD ロムを3枚組にしたことでデジタルアニメーションムービーがさらに充実。操作次第でどんどん変わるストーリーは劇場版、テレビ版2つのエンディングが楽しめるのだ。こちらの存在を教えてしまったようなものではないか。最後は今週発売の注目作。ダイスと戦闘と駆け引きが勝負を決めるボードゲーム。ダイスを振って駒を進め、土地や店を買って財産を増やしていこう。対戦相手とのカードバトルで資産を奪えば億万長者になれるのだ。風流なものよ。立体空間で展開される壮大なストーリーが魅力のアクションゲーム。行く手に立ちはだかるのは強力な敵や謎の数々。アクションの腕前と緻密な頭脳、2つを駆使して冒険旅行のゴールを目指せ。悪魔が本当にいたなんて。往年の人気漫画の世界を再現したアクションアドベンチャーゲーム。デモのムービーはファンにはまさに涙もの。敵を倒せばデビルマンならではの必殺技をどんどんマスターできるのだ。早く逃げろ。アーケードで人気のグラディウス3と4を1本にまとめたお得なシューティングゲーム。新登場のムービーシーンはすごいの一言。仕掛け満載のオリジナルモードも魅力がいっぱい。 RPG 仕立てのストーリーモードとルールを自由に変更できるフリー対局モードを収録した麻雀ゲーム。手に汗握る熱戦が続くストーリーモードは勝つことでより強い技が使えるようになるぞ。続きましてグラフィック賞の発表です。こちらに入りました。伊集院さんはちなみにですね、はい、ファイナルファンタジーを選んでますけれども、はい、これは結構余裕です。鉄板です。デザイン賞を受賞しましたのは株式会社スクエア聖剣伝説レジェンドオブマナです。どうしてあの鉄板が崩れた。来た来た来たね。ちょっと目潤んでる。そりゃ潤むよ。スクエアって絶対だと思った今。レベル2は何だ。プレゼンテーターのメガネを奪ってシュワッチ。バカじゃねえのお前らね。シュワッチってのはシュワッチですよね。これプレゼンテーターだと言うよね。ありがとうございます、ありがとうございます。言ってこういただきます。いやいや違います、こちらです。こうしちゃうと間が持たないんで、こう言われてどうもありがとうございます。何してるんですこれです。リュウジンこう行くと思うんですよ多分。だけどリュウジンはね、そしたら最終的にシュワッチとどうもありがとうございましたってこうやってこうやって書いて間違い。続きましてムービー賞の発表です。ムービー部門でございます、はいはいはい、ちなみにリュウジンさんはですね、こちらファイナルファンタジーの方を選びましたわけですけれども、逆にこれ鉄板だよな、ね、だってもうさっきのグラフィック抜けてる、はい、株式会社スクエアのファイナルファンタジー8です。あーやっぱりね、これそうだろう。
続きましてシナリオ賞の発表です。ファイナルファンタジーとこのシェンムは迷ったでしょ。迷った僕この中で2つやったことあるんですよ。あ、そうですか。シェンムーがこの間終わりました、ええ、ほら、シェンムーに触れてるじゃん。いやだから一応取れないから触れとかねえとみたいな。そうだね、お金かけたからね。赤坂さんちょっと触れといていただきます。ちょっと気をご注目ください。ステージ両サイドのスクリーンの方です。第4回日本ゲーム大賞シナリオ賞を受賞いたしましたのは株式会社エニックスのバルキリープロファイルです。長島茂雄、アントニオ猪木、田中角栄、西条秀樹のどれか3つってこれ多いじゃん。最悪長島茂雄でダーみたいなパターンでもありますけど、ね、すごいのがさ、もう行かなきゃ間に合わない、そろそろ入れた移動です。指示出しますからね、こちらから。いってらっしゃい。いってらっしゃい。よろしくお願いします。浜さん光るのすげー話。今週は先週に引き続き XBOX のお話です。大体日本のメーカーでもう参入希望してるとかどうなんですか。コナミさんはもともとマイクロソフトと業務提携してましたから、はい、コナミさんはおそらく作るでしょうし、パワープロ出たらもう買いますけどね、僕はね。あと何でも買いますね、パワープロだったら。パワープロが出たら別に、あ、今から 3DO でも買いますよ、僕は。あと、まあ、マルチプラットフォーム戦略っていうことで言えば、カプコンさんなんかもまあ、応援のメッセージ出してらっしゃいましたけども、うん、ドリームキャストもね、ゲームボーイも全部やってますから、うん、だから参入してくるんじゃないかなっていう気もしますけどね。光栄とか、光栄はもともと PC の方で結構市場残してますから。あ、そうか。だからあそこもね、やっても全然おかしくないですし、実際応援のメッセージ入ってましたよ、彼らから。 X の形の、あ、なんか試作機出てたじゃないですか、うん、なんだそりゃと思いましたけどね、うん、あれ要はハードのプラットフォーマーというよりも、うん、企画を決めてるんですよね。で実際作るのは、うん、ハードのゲートウェイとかね、うん、コンパクトもいろいろあるじゃないですか、うん、あれが作るわけだから、うん、実際ハードの形っていろいろなると思うんですよ。いわば MSX ご存知ですか。覚えてます。 MSX っていう企画があって、はい、いろんな会社から MSX 対応のゲームで、はい、ハイパーオリンピックが出てましたよね。 MSX っていうあの企画がついてればどこの会社の MSX でもっていう、うん、そうですね。あんな感じですね、発想は。イメージ的には、イメージ的には。じゃあもしいろんな会社が出るかもしれないんですか。あ、出ると思いますよ。例えばその、うん、ゲートウェイの XBOX やデルコンピューターの XBOX や、うん、あとキザクラ。キザクラはカッパッパ。キザクラね、キザクラ今まで機械作ったことないですからね、もろみはもんでもない。プレステ2のライバルになりうると、機種としてなりうるでしょうね。あとだからソフトがどれだけ出るかだと、うん、あとプレイステーション2ってなんか買っても DVD 見てる人結構多いじゃないですか、はい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 、で、今回はゲーム機だっていうふうにマイクロソフト言い切ってますし、うん、それのものの考え方の違いが出てくるんじゃないですかね。注目の機能とかってあります？ハードディスクがついてるっていうことが一番心配で、僕ね思うんですけどね、うん、ハードディスクって壊れるもんでしょ、うん、ゲームを買ってプレイしている人が自分がプレイしてたセーブデータがもし万が一壊れたら怒るでしょ。怒りますよ。で PC の人って怒らないでしょ。あ、壊れた当たり前だと思ってますからね。 その辺の発想ってね、どうクリアするのかなって、実はすごく哲学の問題ですけどね、難しい壁があると思いますよ。あ、でもこれは多分できないと思いますけど、うん、強引にクリアしてくると思いますよ。サービスセンター今電話しても、あ、それしょうがないですよ、仕様ですって言いますからね。いや、だってすごいよ、端子ってついてるじゃないですか、つけといて、あれで接続すると雑音が入るんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。でいて、あ、それは仕様ですって言われますよ。で、だから普通のケーブルで繋いでくださいって言われますよ。あととかも、僕のからそのセーブ、データをセーブしようとすると、3回に1回壊れてますって出て、4回目にまた普通にできるんですよ、それも仕様みたいですよ。何度かやってきちんと動くんですって話を したら、あ、なら何度かやってくださいって言うんですよ。アメリカの企業ですからね、アメリカの企業のまあ自分の非の認めなさときたら、あ、もうね、書いてあるの一点張りだと思いますよ、そんな。ハードディスクの中に入ってるデータが消えた、そら消えますがなっていう。プレイステーション2で空を飛ぶ、これが
空を飛ぶ爽快感、プレイステーション2ソフト、スカイサーファー、アイデアファクトリー。プレイステーション2で空を飛ぶ、これが空を飛ぶ爽快感、プレイステーション2ソフト、スカイサーファー、アイデアファクトリー。君は聞こえるか、今動き出すアルファの鼓動が。私には聞こえる、今生まれるアルファの鼓動。プレイステーション用ソフト、スーパーロボット対戦アルファ。極秘に作ると秘密基地、こっそり作ると秘密基地、内緒で作ると秘密基地、アジトスリー、こりゃいい。この番組は任天堂とコラのスポンサーの提供でお送りしました。こちらですね、こちらに、はい、大方じゃあ何で俺ですか、何だカメラ映ってないからね。それでは続きまして、今度はゲームをやる側ですよね。はい、はい、人ですね。そうです、ベストゲーマー賞の発表です。中島玲香ちゃん、まずはもう一人の受賞者、中島玲香ちゃんの表彰。次ですよ、中島玲香ちゃんの次、ベストゲーマー、さあ出てくるよ、あの男が次に。第4回日本ゲーム大賞ベストゲーマー賞、お二人目の受賞者は伊集院光さんです。伊集院さん、こけてるんですよ、こけてね、伊集院さん、伊集院さん、こけてください、スポット浴びてます、今、はい、はい、はい、こけて、あー、伊集院さん、ナイス、ナイスです、ナイスです。ありがとうございます。伊集院さん、伊集院さん、レベル2、はい、レベル2、やってくださいね。じゃあメガネ外すんですよ、メガネ、おめでとうございます、メガネ取ってください。伊集院さん、小さくなってますよ。次はレベル3ですね、次はレベル3、モノマネですよ、流します。ちょっと顎出しましょうか、ちょっと顎出しましょう、田中角栄、西城秀樹、はい、ちょっと顎出しましょう、はい、皆さん今の猪木ですよね、まあこのもう喜びで胸がいっぱいで、中島さん行っちゃいましょう、どうでしょう、何がどうなんすか、何がどうなんすか、この喜びをですね、こうどう表現していいのか分かんないんです、とにかく、はい、感激です。ありがとうございました、芸人だわ、ありがとうございました。似てねえ、似てねえ、全然似てない、ちょっとこうリズムに、リズムに乗っちゃった、あのクラブに行ってる感じで、ダンスダンスレボリューションやってる感じで、はい、歩いていきましょう、はい、いいですね、いいですね、かわいいですね、いいですね、はい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 、早いよ、早いよ、早いよ、メガネ無理、メガネ無理、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 一瞬だったから。でもどうでした、モノマネ、はっきり言って。モノマネ似てねえよ、全然ダメだね、下手くそだね、結構短いのね。さらに調子に乗った3人は日頃の恨みを晴らすべく、プレゼンター役の伊集院にも指示を出すことに。優秀賞でちょっと、気づいてもらいましょうよ。そうね、渡されます。中島さん、伊集院さん、どうぞステージの方にお越しください。中島玲香ちゃんをちょっとよく見ましょうか。中島玲香ちゃんをなんかじっくり見ましょうか。おー、見える、ちょっとやいやらしい、はい、このプレゼントするものをあげるかあげないかちょっとためらいましょうか。でもいいなと。ちょっと逃走本能みたいな。やばい、バレちゃった、あんだけこっちじゃできないって言ったのにな。ちょっとのろけた顔しましょうか、のろけた顔。こんなとこなのに。思い出してやる。自分が嬉しいんだよ、何しに来たんだこいつ、自分の方が嬉しいんだよね。メガちゃんの頭の匂いを嗅いでみましょうか。それやばいだろ、それやばいよ、メガちゃんって、いい匂い。あれ俺手臭くねえかみたいな。手の匂いをやたらこう気にしましょうか。手の匂いを。なんで匂い嗅いじゃん。あいつら殺す、本当にマジでマジで殺すから。途中から増えてたもん、レベル3より全然増えてたもん。いやね、まあ、はいはいはい、プレゼンターの時はね、うまくいきましたけど、ね、その前の時にちょっと甘いイマイチ。どうもお疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした。
よかったよかった。ねえ、今日はなんかいいだったね。なんか楽しかったね。ねえ、伊集院さん。もう番組のね、看板がこれ撮ってくれたからね。ハートつけ、ハートだよ。よかったよかった。ハート行く？ハート行く。ハートね。伊集院さんのおごりさん、これ超や。あのさ、はい、どうしたんですか。ごめんね、西川隆二のメガネ取れなくて。そうだ、反省してた。ごめんごめん、それだけ次の時にして。第5回の時には絶対隆二のメガネ取るから。人間性変わってません？何が？すごいいい人。なんだね、どうしたの？何でも良くなっちゃった。あのさ、っていうかね、この番組間違ってるよ。被災者側に本当に許可取ってないでしょ、これ。取ってないですよ。マジ怒りだもん、みんな、本当に。だから、一応、偉人さんの単独行動っていうこと。気にしてましたから。すごいやってましたよ。変だよお前。いやでもよかったよね。よかったよかった。でもね、ヒカルちゃんがねまだ腑に落ちない点が1個あるらしいんですよ。なんかね、ちょっとね、モノマネがね、なんか私あんまりね上手だとは思えないんですよね。らしい。これ長嶋茂雄とか西城秀樹とか、言われてみればね、わけわかんなかったんだ。田中角栄とかさ、何のモノマネやったかわかんないからさ、最後ね、今日罰ゲームだし、伊集院さんのさ、モノマネの締めでさ、終わらせようよ。いいじゃないそれ。いいでしょ。ヒカルちゃんね、いいこと言ったこれ。でしょ。今日はほら大賞と。ちょっとね、伊集院さんに締めてもらいましょうよ。おっぱい大きいだけじゃないね。さあ、伊集院さんのモノマネで締めてもらいましょうか、今日は。毎朝一杯のココアで血液がサラサラになるって話、奥さん。え、ミノ。何何何出た出た出た、カロネ。恥ずかしい。持って帰りますんで、恥ずかしい。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 罰ゲームとかやめよう、こう番組でっていうか、ミノモンタ失敗、失敗、失敗。さて次週は、そう、今年もやってきました、東京ゲームショー春にゲームウェーブが乱入。掟破りのあいつらがまたも SNK ブースをジャック。その結末は果たして。記者でゴー。今夜のファミ通より攻略本、記者でゴー公式ガイドブックとそのソフトをセットにして5名の方にプレゼントします。そして番組特製クオカードプレゼント、全国提携の加盟店でご利用いただけるこのクオカードを10名の方にプレゼントします。番組の最後は人気ゲームトップ10。Weather break. 関東地方の今日のお天気です。全般に晴れるところが多いでしょう。東京は晴れ、神奈川も晴れでしょう。